日本大分県大分市中央町ガレリア、竹町線とポルタ、中央町中央通り。向かって、右が府内町、左が中央町。中央町は、大分県大分市の町名である。現行行政地名は、中央町1丁目から、中央町4丁目。郵便番号は870-0035。大分市中心部に位置する。北及び、西を。 国道197号、東を中央通り、南を国道10号に囲まれた地区で、それぞれ道路を挟んで、北で都庁、東で府内庁、南で末広町、西で高砂町に接する。町域内は、東から西に1から4丁目に分かれる。町域の東端に沿って南北に伸びる、中央通りや、中央通りの西側に並行する、セントポルタ中央町及び、 町域の北寄りを東西に貫くガレリア竹町の2つのアーケード商店街を中心に商業施設が集積する大分市を代表する商業地区である。町域内には大分県内の商業地最高価格地点も存在している。また、路線下でも2017年まで25年連続で中央町一丁目の中央通りが県内最高であったが2018年に 末広町に入れ替わった、大技大分の一部から1963年に成立。ありがとうございます。